ネリーはアメリカ合衆国テキサス州出身、ミズーリ州セントルイス育ちのヒップホップ MC、ヒップホップミュージシャン、俳優、テキサス州生まれ、軍人である父の仕事の関係で生後間もなくスペインへ3年間ほど在住し、後にミズーリ州セントルイスへ移り住む。ドラッグとギャングに囲まれながら暮らし、1993年にミズーリ州、 ユニバーシティシティに移る。実は、プロ野球選手になる寸前まで行くが、高校時代に知り合った仲間で結成された、チーム、セント、ルナティックスと共に、プロのラッパーになる道を選ぶ。影響を受けたラッパーには、ラキム、LL クール J、ランディ MC、アウトキャスト、グッディモブ、JZ を挙げている。1999年にリリースされた、ファーストシングル、 カントリーグラマーは歌うようにラップするというスタイルが受け大ヒットした。全米の使用ステーションではこれぞフューチャリスティックダウンボトムバウンスビートと大絶賛されファンキーで独特の味がある田舎言葉も何を言っているかわからないけれど面白いと素直に受け入れられた。2000年7月このシングルを含むデビューアルバムカントリーグラマーは 発売第1週で25万枚のセールスを記録。ポップチャートも、エミネム、ブリトニー・スピアーズに次いで堂々初登場3位をマークした。ビルボードホット R&B、ヒップホップチャートでは5週連続1位。アルバムトップ200でも2週連続第1位を獲得。セカンドシングル、E.I. の大ブレイク、そして続く、ライドウィン・ミーのヒットを受け、カントリーグラマーは、 ラップアルバムとしては、異例の約1年以上に及ぶ、ビルボード長期、チャートインを果たし、全世界での売り上げも1000万枚に達し、ダイヤモンドアルバムとなった。また、映画、トレーニングデーに収録された、1が全米大ヒット、さらにインシンクのアルバムからのシングル、ガールフレンドのリミックスに、フィーチャーされた。2002年6月、セカンドアルバム、ネリービルをリリース。 ビルボードアルバムトップ200で堂々1位、全世界1000万枚以上のセールスを記録する特大ヒットとなる。ザ・ネプチューンズが手掛けたホットインヒアを皮切りにデスティニーズ・チャイルドのケディ・ローランドとデュエットしたジレーマはその年最大のヒット曲となり全米シングルチャート連続ナンバーワンを獲得した。さらにエアホースワンズ・ガールフレンドのお返し的に ジャスティン・ティンバー・レイクをフィーチャーしたワーク・イットが立て続きにヒットし2002年度グラミー賞など数々の賞を受賞した2009年2月4日に日本独自企画版のベストアルバムザ・ベスト・オブ・ネリーをリリース日本の女性 R&B シンガーダブルと収録曲ワンオンリーフィーチャリングダブルで初の日本人との共演を果たす シンビバリーヒルズ青春白書にも特別出演し、リブトナイトを披露した。ネリーの好きな食べ物は、キャンディーコーン。ありがとうございます。